どうも、ハラケンでございます。連日ニュースなどで報道されているように、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が止まりません。毎日新たな感染者が何百人も出ている状況が続いています。そんな中、前回の動画でもお話ししましたが、うさこいもご多分に漏れず大きな影響を受けています。確か2月の頭でしたかね、東京マラソンの応援よさこいという演舞イベントがあったと思うんですが、それが中止になって以来、様々なよさこい関係のお祭りやイベントが相次いで中止もしくは延期になっています。最近ではちょっとよさこいとは分類が違うかもしれませんが、毎年8月に岡山県岡山市で行われている裏社祭りの中止が発表されました。今回はその裏社祭りも含めて、現時点で中止もしくは延期が決まっているよさこい関連のお祭りの一覧をまとめてみようかなと思います。ではまずは開催の中止が決まったよさこい関連のお祭りの一覧をご覧ください。ご覧のようにあまりにもお祭りの数が多いので、地方別にまとめてみました。しかしこうやってまとめてみて改めて思ったんですが、全国にこんなによさこいのお祭り広がっていたんですね。どうしてもね、私自身が東京住まいということもあって、関東地方のお祭りの情報が多くなっていますが、このまとめの中にあるだけでなく、他にもおそらくイベントやお祭り中止になっているものもあると思います。続いて、まだ中止は決まっていないんですが、開催の延期が決まっているお祭りの一覧です。ここの一覧にまとめた以外にも、おそらく中止や延期が決まったお祭りやイベントあると思います。どうしてもそういったところは抜け漏れがあるんじゃないかなと思うので、もしこんなお祭りがあったよとか、このイベントも中止もしくは延期が決まってるよといった情報がございましたら、ぜひコメント欄の方でお知らせいただければ幸いでございます。どうしてもね、こういった情勢ですので、よさこい関連の情報はあまり明るくないニュースばかり伝えることしかできないのですが、ただ中止になってばかりではありません。福岡県の太宰府眞秀場衆さんがホストチームを務めている太宰府門前神武祭では、太宰府眞秀場衆さんの YouTube アカウントを使って、太宰府門前神武祭に参加する予定だった各チームさんのよさこいの演舞を、本来お祭りが開催される予定だった4月12日に動画配信という形で約8時間にわたって紹介していました。またその紹介を盛り上げる形として、四方神を模したキャラクターの対決的要素も含めて詩人対戦と銘打った動画配信をしていました。これはね、なかなか見ていて面白かったかなと思います。確か太宰府眞秀場衆さんのアカウントにアーカイブが公開されていたと思います。もし興味がございましたら、動画の概要説明欄のところに URL を載せておきますので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そしてね、様々なお祭りやイベントが中止になって、我々よさこいやっている者たちはただただ嘆いてばかりではありません。今回大阪や東京、そして名古屋などを拠点にして活動されているカンシャラさんの代表港さんが、よさこい寄せ書きアートというものを企画しています。今回このよさこい寄せ書きアートの企画者である港さんが、このよさこい寄せ書きアートの企画の概要や思いに関して書かれていたので、それを読んでいこうかなと思います。皆さんこんにちは。よさこいチーム感謝代表の神津港です。現在新型コロナウイルスによる影響で、日本各地のよさこいイベントが中止延期となり、またチーム自体も練習の自粛や中止などの処置を取られています。先行きが見えない中で、多くの方の関心事は、あの祭りは開催するのか、うちのチームは活動どうするのかといった、この先の不安となっているように感じます。それは私も同じで、毎日憂慮しており、いつか収束する、また祭りが開催できて仲間たちと会える日が来ると、そう信じて耐える時期なんだと自分に言い聞かせています。だからこそ、そんな日が来る時に向けて、
何か前向きなアクションがしたい、それが本企画となります。日本各地のよさこい仲間からまた様々な活動を再開できた後に向けて、やりたいことや意気込み、または応援のメッセージを集めたい、そしてそのメッセージを1万円にまとめた寄せ書きアートを作りたいと考えています。で、ここでね、寄せ書きアートのイメージ図が書いていたんですが、これはあれですね、2016年に広島東洋カープが優勝した時の寄せ書きアートですかね。ちょっとこれね、個人的に野球好きなんで見ててニヤッとしちゃいました。続きです。出来上がったデザインはフリー素材として全国のイベントやチームさんに自由に提供する形を取れたらと考えています。例えば商店街の垂れ幕や地方車のデザイン、パンフレットの挿絵、会場のどこかに展示と、あらゆる面での使用を OK にしたいと思っています。オンライン化で収集、編集、組み上げ、寄せ書きは SNS 等をうまく活用して集めさせていただきます。白い紙に黒ペンでメッセージを作成くださいというようなルールを設定することになると思いますが、誰かとの接触を抑えた形で企画を進行したいと考えています。また提出いただいたメッセージは Photoshop が使える仲間たちでオンラインで管理、編集し、寄せ書きアートにしていきます。みんなで前を向いていけるようなポジティブな1万円になればと思っています、ということだそうです。はい、といった感じで概要の説明をしたところで、この手順についても説明の画像があったので、その画像を見ながら説明をしていこうかなと思います。まず紙にメッセージを書きます。これに関してはお一人様1点までということだそうです。メッセージが完成したら所定の URL にそのメッセージを提出します。すると各業界でクリエイターとして活躍されているよさこいを踊っている皆さんが提出されたメッセージを寄せ書きとして組み上げていきます。そしてできた寄せ書きアートは今後フリー画像として公開していくそうです。メッセージ提出の URL はこちらと動画の説明欄にも記載しておきますので、そちらから開いてみてください。 URL を開くとこのような画面になると思います。この画面からメッセージの画像を添付して提出するという形だそうです。ただしこの提出するメッセージの画像に関して注意点がいくつかあります。まず白い背景に黒く太い文字ではっきり書くこと、よさこいで使っているあだ名、お住まいの地域、そして所属しているチーム名も一緒に書くことだそうです。もちろん中にはよさこいをやってらっしゃらない、もしくはよさこいをやっているけど所属チームがないという方もいらっしゃると思います。そういった方もぜひ遠慮なくメッセージを書いて提出していただけたらと思います。そして提出する画像には背景に線があるルーズリーフのような紙の使用、文字が細かったり薄すぎる文章、文字が長く文字が小さくなってしまっているもの、ピンボケしてしまっている写真、影がついてしまっている写真、こういったものに関しては文字が消えてしまうなどのリスクが高いということで NG ということになっています。お気をつけください。特にね、この最後に言った2つに関してはフラッシュ撮影をすることでリスクを減らせるかもしれないので推奨しているという感じですね。はい、こんな感じでどうしても拙い説明になってしまっているんですが、詳しいことが記載された感謝の代表港さんのツイートとその企画概要に関して動画説明欄に URL を載せておきますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。そうだな、私もちょっと一個書いてみようかな。うん、そうしてみますかね。うん、じゃあちょっと書きに行ってきます。はい、というわけでよさこい寄せ書きアート用のメッセージ書いてきました。私が書いたメッセージはね、はい、うん、こんな感じですね。またいつか全力で笑顔で踊れますようにということですね。これをね、後で提出しようと思います。こんな感じで皆さんもぜひ提出してみてはいかがでしょうか。といったところで本日の動画は以上となります。
まだまだ外出を自粛しないといけない情勢が続きますが、皆さんなんとか頑張ってこの時期を耐え忍んでいきましょう。そしてまた元通りの生活ができる日が早く来ますように。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして気に入ってくださった方は高評価とよろしくお願いいたします。それではまた次の動画をお楽しみに。ハラケンでした。